ざいます。おはようございます。おはまるうるさいですね準レギュラーと言っても過言ではない、はい、こちらの方、たっくんです。よろしくお願いします。はい、たっくんです。おなじみですね。今日もやっちゃいますよ。やっちゃいますよ。鳥の中が大好きなんです。これが動画になってることを祈ります。はい、で N です。よろしくお願いします。お願いします。 N 君お願いします。N 君はね、釣り初心者っていうことで、エギング歴は1年ぐらい、ワンシーズンをやってるみたいな感じですね。あ、そうですね。イカ釣れました？釣れてない。釣れてない。なるほど。自己最高は1キロぐらいですね。あ、1キロ釣れてれば釣ったんだ。煽りじゃないですけど。煽りじゃないんかい。ハモるやつ。コウイカやった。コウイカやった。アオリまだ釣ったことないってこと？アオリがですね、なんかちっちゃいのしかない。あ、なるほど、はい、なるほど。今日は、まあ、最低でもこれは釣りたい。3キロ3っていう数字が好きみたいですね。はい、なんか縁起がいいんでしょうね。と、はい、いうことで今日はね、エギングの方をやっていきたいと思うんですが、はい、今回4人いるんでね、いろいろなメーカーのエギを使用したエギングをしていこうかなと思います。なるほど。どのメーカー、ね、どのエギで釣れたのかっていうのを実験していきたいと4人で。そういうことです。なるほど。見えますかね。これルーレットになってるんですよね。まあ、あるのがね、エメラルダス、デュエル用釣り、キーストン、山下。これを一人ずつ回して止まったメーカーのエギを使用するということですね。一箇所、一ルーレットということで一箇所ずつ回していきます。それではね、早速ルーレット回していきたいと思います。山下です。続いてキーストンです。はい、続いてじゃあ、まあ、こういうことなんで、はい、行きますよ。はい、山下。かぶりかぶっちゃいましたね。キーストン。キーストン対山下みたいな。キーストンですね。はい、ってことでね、僕山下。山下キーストン。はい、これでやっていきたいと思います。はい、どのエギが釣れるかな、皆さん楽しみでしょう。楽しみですね。メーカーランダムエギチョイス。塩は効いてません。ベイトはね、なんかチラチラ見えるけどな。来ましたよ。ナイス。大きい。さっき追いかけてきてたんですよ。いやー、でもそんな大きくないと思うけど、400とかっすかね。やりました。釣ってます。麦 100% 大分麦焼酎二階堂。はい、見事、はい、やりました。やった。エギオケースプルポションですね、うん、3.55 でノーマル、はい、いや、シャローです。シャローで、はい、深さそこそこあったんですけど、あえてシャローでゆっくり落として。なるほど、はい、いや、さすがって感じやね。でもってことで、はいはいはい、2箇所目ルーレットやっていきましょう。早速、はい、これね、結構当たり外れあるよ。持ってる量、この選べる量っていうのが確かに確かに確かに、うん、デュエル来い。はい、それではね、やっていきたいと思います。いきますよ。はい、はい、ってことでね、僕とマットがエメラルド、はい、で僕たちが山下、山下ですね、清の方で、はい、おじぎりが食べたいんだな。緊急特別企画、はい、見えイカチャレンジ企画です。見えるかな、あれ。ほら、バッチリ見えとる、バッチリ見えとる。あれが噂のイカです。まあまあ歩くない、サイズ。いや、まあまああるよ、ね、500-600 あるよ。ちょっと待って待って待って、やりたい。来た来ましたー。もうサイトで来ました。来ましたか。来ましたよ。見えかチャレンジ勝者はタックです。勝ちました。いきますね。かかってるじゃん。うん、
どうしよう、300ぐらいか。まあまあまあ、やりましたね。はい、駅はヒーストンですよ。ヒーストン、昼にね、アピール力が強いやつなんですよ、これ。ほうほうほう。カラーは早健さんがめっちゃ推してたカラーなんで。ほうほうほう、はい、ノーマル、シャロー、ノーマルです。ノーマル、了解です。おめでとうございます。あざっす。はい、ポイント移動してきました。はい、4カ所目ですね。急遽三重イカチャレンジやったんですけど。そうですね、タック、おめでとうございます。サイズはね、あれだったんですけど、まあちょっとちっちゃかったですけど、もう無事にカッティングできましたね。カッティングではないんですもんね。カッティングじゃない。はい、じゃあ僕から引いていきます。はい、ということでね、はい、僕かたっくんがデュエルヨウズリで、ですね、マー君とエノオがヒーストン、ヒーストンの営業を使ったエギングをやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、今日は大空だよ、素敵にパラダイス。あいたい。エギをね、ダートマスターの3号に変更しました。ケイオレンジダークグリーン。はい、来ましたね。来ましたよ。ケイオレダークグリーンに変えた途端でしたね。ちょっとギャフを用意してみましょう。ギャフるまでないかな。あ、ギャフいりません、いりません。いける？はい、いりません。あ、でもでかいよ、でも。よいしょ。でかい。よいしょ。でかい。いや、そんなことより見てください、これ。見える？見えるかな。あの、針がかからないくなってるんですよ。ちょっと、私たちまだ使ったことないんですよ、これ。ちょっと、まあ、さっと測ってみます。はいはいはい、25、うん、30、あ、きゃ、あり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 、サービス、600サービス、600サービス。エギ、これ見てくださいよ、これ。秋のね、マークの一押しエギ。なんか、ケイオレンジダークグリーン。イエス。これ、変えて一撃でしたね。やばいですね、さすが。はい。3号。選びます。はい。はい、ってことでね、続いて5箇所目。5箇所目ですよ、きつい。いいとこずれてたよね。わかりました。ずらせてよ。わかりました。ルーレット、僕からやっていきます。はい、僕とマー君がジュエルヨウズリ、僕がキーストンです。山下では、ユーマズメに向けてね、もう多分ラストになるのかな。そうですね、しっかり釣っていきましょう。頑張って、いくぞ。ええって。ナイス振り上げる。そう、まあまあでかか。こっち回せる。ナイス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 、そういうナイスバイ。キュー、ワンチャンあるかもしれんよ。うわー、ショックライン1本。あ、これ大丈夫やろ。わ、これキルあったじゃん。キルあったかもしれんよ。おーしゃ、もろ、キルある、キルある、キルある。やばいやばい、今日1、今日1。怖い。ちょっと待って、やりましたよ、エノー君やりました。春来たな。春来てるな。やばいです。やばい。キロあるある。はい、ここにね。よいしょ。あ、重い重い。来た。ある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 。1.1 のサービスです。1.1のサービスです。キロ超えました。おめでとうございます。完璧です。春来た。完璧です。初心者がやりましたね。やったね。感想ですか。いや、まあ、あの、持って帰れんことはないけど、ちょっと物足りんげ、ちょっとリリースします。やかましいわ。これ辺ですか。うん、そうそうそう。脳天直撃。逆、逆。ああ、ああ、ああ、もう一回、もう一回、逆、もう一回、片側お願い。優しくしないで。優しくしないで。いけない。いけない。
じゃあ思ってたの僕だけ釣れないなって思ってたの。じゃあでかいキロ以上ある。マックギャフルギャフル、これはギャフりましょう。初塩ですね。この赤いやつを取る日が来ましたね。うん、向こうにねして、右に、うん、右の方に。よいしょい、おおしょい、おおでかいよマーク、マーク見てください、よかったよマークありがとう、マーク2回でありがとう。やりましたよ。 1.23 ぐらいあるな。横島がかっこいいのよ、この横島。横島の心、メロメロの横島の心。嬉しそうですね。測ってみましょうね。1.30。もう 1.3 でいいでしょ、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 いいでしょ。ちょっと待って、はい、駅なんこれ。ブラッシュなんて言ったし、あんた何やったくじ、あのルーレット夜釣り、これなんよ。綺麗なやつ。誰やろこれ、ルーレットじゃないやつ。一人だけ釣れてなかったでしょうか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ラストスパートやばかったっすね。いやみんな知り上がり。いやいや、よかったっす。優秀ですよ。初心者、ベギング初めて1年目、はい、大きいアオリカを今日ね、オープニングで釣りたいっつって、うん、有言実行だったんじゃないですか、うん、初めてでしょ、キルアップ。そうですね、500以上が初めて、うん、あ、やばいです。どうすか、はい、皆さん、はい、もう最後マー君よかったですよ。ラスト、はい、1.3 キロか、うん、もう俺釣れないかと思っちゃうからでもルーレット何でした。ピエール夜釣り島の最後、なんかフラッシュブスとかなんかで釣ったんですか。あれそうなんですよね、皆さんね。ピエール夜釣り島のですね。島のありません、入れてないんでカテゴリーまあまあいいですよ、 1.3 キロ釣れてるんで、はい、いいです、素晴らしいです、ね、おめでとうございます。おめでとうございます。ルーレットで出たメーカーのエギを使用して銀行するという、内容の企画でしたが、どのメーカーも結構上がったんじゃないですか、うん、どのメーカーもいい、ちゃんと作ってある、うん、ちゃんと作ってある、ちゃんと作ってある好みはね、もちろんあるでしょうけど、うん、まあ自分が好きなエギを使ってエギングするっていうのがね、そういうことです、一番だと思います。もしね、今日ね動画を見てキルアップやったねっていう方はぜひね、高評価、高評価お願いします。これ天国上がれボタン、チャンネル登録もねぜひよろしくお願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。じゃあしょ、ありがとうございました。バイバイ。